本当無気力な人間だったと思います。クリエイティブな仕事が素晴らしいっていう風潮あるじゃないですか。そんなことないんじゃない。本との出会いは時にその人の生き方に影響し、人生を変えるきっかけになるもの。今回は私林士平の人生を変えた本をご紹介したいと思います。木曜日は本曜日。作家さんにめちゃくちゃ本読めみたいな。ああはい、伝えます。それはおすすめする理由は何なんですか。まあ、そもそも漫画って絵と文字でできてるじゃないですか。で絵はまあ絵を観察して絵を描くことでトレーニングはできるけど、セリフ回りとかと書きだったりとかモノログとかっていうのはなんか良い文字を読まなければトレーニングできないじゃないですか、うん、でそれの接種先がアニメとか映画とか漫画だけなのはちょっともったいないと。文字だけで勝負してるメディアの文字も摂取した方がよろしいんじゃないですかっていう、うん、なんか不思議と小説を読んでない方の方が多いんですよね、はあはあ、みんな漫画読んでみんな映画見てるんだったらあんまりみんなが読んでないものから影響を受けた方がオリジナルになりやすくないですか ねとは思いますけど。2年間の休暇ですね。日本だと15少年漂流記の方が多分有名なタイトルですけど、まあ、現代というか漂流してとある島について15人の少年たちがどうにかこうにか生き延びて帰るまでの話ですね。結構膨大な量の本読んでるじゃないですか。はい、はい、その中でこの2年間の休暇が人生変えたっていうのはもうちょっと今の時代で難しいかもしれないですけど、あの人種が違う方も混ざってて、はいはい、その方をめぐるその問題とかもすごい心に残ってて、多分僕が小学校の頃リンという名前で台湾人だったからなのか、うん、そういう異物が混ざりながら、喧嘩して分かり合うっていう様に対して羨ましいと思ったのかなっていう。結構じゃあ人間関係悩んでたけど、悩んでたつもりはないですけどでも内心はやっぱ なんていうんですかね二世の悩みというか、はい、言葉は分かるけど、まあ、文化的にはちょっと違うみたいな感覚はありましたね。両親ともども僕台湾人なんで。なるほど、はい、だから日本語は喋るけど家庭内では両親二人は台湾語を使ってるっていう家庭だったんで、うん、なんかちょっと浮いてる感みたいなのは幼い頃からずっと感じてましたね。今となってはそのなんだろう感覚もすごいありがたい財産なんですけど、うんうん、そこがリンクしてこの作品をすごく感銘を受けたんじゃなかろうかと思ってはいるんですけ ど, なるほど。結構小学校の時から本って読まれてる。僕すごい図書館のヘビーユーザーであの書店様のあれで申し訳ないんですけどもはい、はい、漫画に関しては多分小4小5からもう書店に行ってた記憶ありますけど。その当時のリンさん の将来の夢みたいなんて何だったんですか。全くなかったと思うんですけど、父親がなんかその歯医者をやってるんでなんとなく父親の仕事を継ぐのかなみたいなぼんやりとした。あ、やっぱ途中で気づきますよね。別に僕は歯を治すことに興味を持ってるわけではないどこで変わったんですか。多分17、18ぐらいまでは本当無気力な人間だったと思います。何ですか無気力な人間。はい、特に何かに熱意を持つこともなく夢や目標もなくみたいな。なかったと思いますね。なんすかね、先生からあだ名が死体でしたねいじめられてるじゃないですか、はい、いや本当に異次元から6限まで寝てたらやっぱ死体扱いされるというかなんか本当に進学校の吹き溜まりみたいなクラスで。ああ、まあでも、はい、確かに文系バカクラスって呼ばれてたんですけど、20時間ぐらい寝かしてくるよって感覚の時に朝起きて学校行かせるからそれは無気力だよなって思うなるほど。だからその学校でずっと寝てしまうっていうなるほど。これバトルロワイヤルっていう本で、あの今でもなんか書店の帯を覚えてるんですけど、なんかこうあの審査員全員なんか嫌悪感みたいな感じの帯だったんですよ、うん、はい、あの帯がめちゃくちゃ記憶に残ってて、そんなにみんな嫌悪感抱くんなら絶対読んでやろうと思ったんですよね。あ、はい、うん、でやっぱ読んだらめちゃくちゃ面白くて、うん、なんかみんなちょっと生き残ってほしいっていうキャラ付けしたりとかして死んでいくんですよね、うんうんうん、なんか仲いい女の子たちが塔の上で集まって、はいはいはい、事故で銃でバババって死んでいく様、最後の子が残った子がこう呆然としてる様があるじゃないですか。6位ですね。完璧だなと思いましたね完璧すぎるだろうと思いながら、もうめっちゃ印象に残ってますね。僕映画 をするときに正気かと思ったんですよ絶対に2時間に収まらない、うんうんうん、無理じゃないって思ったんで、正直ちゃんと見てないんですよね。あ、はい、よくできてんだよな。企画も完璧、キャラ立て完璧、ストーリーの驚きも完璧、一番最後のページ、物語のエンドのページが666ページだったことを強く記憶に残しているというか本当になんてうまい、悪魔の数字で終われるなんて素晴らしすぎないっていう、そのためにこう2段組にしたのかしらって思いながら
記憶にめっちゃ残ってますね。ご自身のなんか人生というか考え方に影響は与えられました？考え方、これに影響されたって言ったら結構やばいのことまあまあ悪趣味な瞬間めっちゃあるじゃないですか。そういうのを好きになってしまった原因の一つかもしれないですね。漫画の編集をされてる時って、その作家さんの考えてるものにどれぐらい、そのリンさんはあれなんですか？作家さんによりますね。人によって本当に全部一緒にプロットの打ち合わせしてくれっていう人もいれば、うん、出すものに対して正しく面白いつまらない言ってくれっていう場合もありますし、うん、その時にアイデア出す時の、はい、その源になってるのはやっぱり本なんですか？小説、映画、ドラマ、アニメあたりですかね、うん、はい、なんかやっぱ幼い頃に読むものって何度も繰り返し読んだ記憶が強くて、これも多分相当繰り返し読んだし、なんかあの頃読んだ漫画ってなんであんな繰り返し読んでたんだろうと思いますよ。コロコロコミックなんてボロボロになるまで読んでましたよね確かに確かに1ヶ月もあるから次が出るのはあったなんでそんな読み返し続けられたのだろうって今思うとすごい不思議な体験なんですよね。兄さんのその面白いの基準って何ですか？もうこれ言語が してないというかできないというか、多分変わるんじゃないですかね、すぐ、うん、なんか同じ一回例えば超面白いなと思って翌日同じもん別の人が書いてたらそれ面白くないじゃないですか、うん、もうあなんか似たの見たぞってなるじゃないですか、うん、だから毎日変わってるんじゃないですかね。今の感覚に自分をこう合わせたいとは思ってますけど、あ今のこの世の中の世の中の感覚に近いものは持ってたいと思ってますけど、ただブームに乗っかるって感覚がむしろないかもしれないですね。なんかむしろブームになってるものがあったらそれ変われないジャンルって思う可能性が高いかなって。もう今この瞬間に面白いと思っている感覚は理解しとくっていう感じですかね、うん、コンビニ人間、はいはい、コンビニで働くことで自分を整えるというか、うん、自分を取り戻す、うん、めっちゃわかるんですよねどこに高校生の頃僕初めてやったアルバイトがありがちなマクドナルドなんですけど吉祥寺南口のいそうっすね、リーさんマクドナルドめっちゃ働いてたんですよ。気狂ったのようにずっと働いてた時期があって、なんかすげえ救われてたんですよ労働に。なんか機械になるんですよ、完璧な機械になることを追い求めるマニュアルみたいなのが、うんうん、そのマニュアルをいかにこう綺麗に達成していくかっていうゲームを僕はずっとやってて、なんか不思議な快楽を感じてたんですよね。それをめっちゃ思い出させてくれたんで、あ分かるってすげえ共感した記憶がありますね。それはいい思い出なんですね。あいい思い出ですね。今でもたまに働きたくなりますね。モーターショーでマックが展示される時に、なんかそのギネスに挑戦しようっていう時があったんですよ、はい、もう世界全国のマクドナルドの中で30分で一番売り上げたであろう記録を作ろうと、はい、つきましてはといろんなその店舗の忙しい店舗のそのなんつうの凄腕どもを集めてギネスを作ろうっていう謎の企画があって、はい、で僕吉祥寺店のポテト代表で行ったんですよ。へえ面白くないですか、高校生のポテト代表、はい、で行ってこう朝からずっとこうそのチームでさっすら死ぬほどポテト作って30分ごとにこの拡声器でただいまの30分売り上げいくらいくらですギネスまであと何万円みたいなでギネス達成ですみたいなうわーってなる瞬間とかでもわーってしながらもう上げ続けてこう入れ続けなきゃいけないから、うん、なんかこうなんていうんですかシステムの一部なのに快楽のこのわーの中にこうあのなんか不思議な時間とかめちゃくちゃ記憶に残ってて、うん、漫画の編集やろうってなったのはどう？あいや漫画の編集やろうと思ったことは一回もなくてですね、あの、うん、別にやりたいものに出会うことはなかったんですよ、うん、仕方ないから適当に受けるんですよ、うんうん、なんで出版社受けたのは就職者だけですし、航空会社も JAL と ANA だけ受けとくかみたいな、ああテーマパークオリエンタルランドだけ受けとくかとか、うん、なんか空っぽだったんですよね、うん、なんかやりたいことがある人が羨ましかったですよね。たまたまでなんかこうただなんか口がうまかったんで就職活動うまくいったんですよ。ああ、はい、あれ多分口がうまい戦争だと僕は思ってるんですけど就職活動のことをなんでなんか内定わーってもらってさあどうしようって時にもう決め手が全くなかったんですよ。ああそうだと給料で選ぼうと思ったんですよ。金だなと、はい、なんで3年目までで一番高い給料くれる会社にしますって言って各人事にこう3年までいくらくらいもらえますかねって聞いて結構心出すバーンがあって何にもなかったですよ本当に。なんか多分なんですけどみんな受かりたいと思うから落ちるんじゃないですかねむちゃくちゃ敵を作りましたいや多分なんですけどなんか好き好き言ってたら好かれない感じってあるじゃないですか、うん、あはいはいはい。あと仕事だからファンはいらないわけじゃないですか、うん、もう受かる気全くないから、うん、その
面接の前とかにめちゃくちゃリラックスしてるわけですよどういった方にじゃあそれは呼んでもらいたいですか。これですか。僕と同じ楽しみ方をできるとは全く思わないんで、こんな人もいるのねというふうに思ってほしいかな。なるほど。でも多分世界中で分かる人いるんじゃないかな、うん、なんかクリエイティブな仕事が素晴らしいっていう風潮あるじゃないですか、うんうん、でもそんなことないんじゃないっていう瞬間も僕は自分のその高校生の頃思うと、うん、なんかそうじゃない仕事でも幸せに生きれる社会であってほしいなってよく思いますけどね。うん、はい。今回私が足を運んだのは東京都渋谷区恵比寿にある有林堂アトレ恵比寿店さん。個性あふれる大人の知的空間を目指す最新トレンドにも敏感な質の高い本屋さんだそうです。兄さん、本屋さんはよく来られるんですか。はい、もう毎週毎週、週何回来てるのか分かんないですね。どこから見るみたいな。僕基本新刊コーナーばっかり。あ、新刊コーナー行くんですか。新刊コーナー行きますね。で、67万部売れてるのとか、なるほどねとあ、なるほど、うん、どう、なんで売れてんだろうとか見てますね。なるほど。兄さんのなんかこう職種に触れる本とかどういう本なのかなと思って。なんだろう、これ気になりますけどね乗客の9割が消えた、その時何を思いどう動いたか、超気になりますよねやっぱ帯って大事ですね。そうですね。こんなにあるんだなってちょっと絶望しますよね。この中で目立つの超大変だなって。あ、本屋さんの魅力っていうのは何ですか。こうパッと買ってさっとこう これができることですね。あ、なるほど。この機能欲しいっすもんね Kindle とかでも練習席でもあればいいなって思っちゃいますけど、いつも通りなら迷わず。でもここも一応見るんですよね俺、うんうん、何を特集してるかなって。かつて読んだ本がどうやって実写化になるときに、実写化にどうやって帯作ってるのかとかも見ますね。なるほど。流星君が主役なんだあの役って思いながら、はあ、うん、結構でも待って、分析しながらですね本屋さん巡り。ここは一応メディア化エリアなんですよね確かね。あ、なるほど、はい。もううるせえやつらのスタートガイドブックとか1800円で売ってるぞとかね、何入れてんのかな、シールかとか。なるほど。この辺はもう完全にちょっとビジネス目線で見ちゃいますね。うん、読んだ本とか漫画って、はい、もう覚えてる方ですか。覚えてる方だと思うんですけど、物語とか。でもなんかやっぱ忘れてたりすると、うん、前巻から読んで、なんか逆になんかすごい大事にしてる作品とかだと、うん、もうちゃんと前巻から読んでテンション同じにして読みますよね。なるほどね。僕、大奥の最終巻出た時は、1巻から、こう、その前巻までちゃんと読んで、発売日にこう正座しながらこう最終巻をありがとうございますいただきますみたいな感じでこの先生すごい好きなんですよ。超いいんですよこの短編集。いいですよ。好きなんだよな。書いてくんねえかな。この人デビュー作が玉美かむさびの卒業生で、はい、その美大の話を書いてるんですよ。それがすごい良くて面白そう。で2作目が多分これで、はい、で間に出したこの短編集はこれなんですけど、はあはあ、めっちゃ注目してますね。初めて、はい、自分の担当した本がこう書店に置かれてた時のこととかって覚えてます？ああ、でもやっぱ自分で書いた帯とかで、それ巻かれて置かれてるのは、やっぱ覚えてますよ。ああ。覚えてます。それ、僕兼もビートだったはずですけど。はい。覚えてますね。なんて書いた？ああ、なんか、ちょっと恥ずかしいってもおかしいですけど、うん、ちょっと言いにくいですね。少年漫画的な。あれですけど。ああ、燃えた人僕毎年全部、ノミネート全部買ってるんですよ。で、半分ちょっと読んで、ランキングの予想をするんですよ。そう。なるほど。はい。どれが？一応ね、3年か4年連続当たってるんですよ。はい。読んでるんですよ。燃えた人とかそういうのってありがたいですよね。なるほど。きっかけになるんで。ああ。そうなんですよ。ああいう読書体験をめっちゃしたいっす。ああ。ありがとうございます。本屋楽しいですよね。いや、楽しい。一人だとね、本当に読み引きっちゃって、もう買ってこうってなっちゃうんですけど。はい。リンさんの選んだ本が180店舗。すげえ、売れなかったら恐縮しちゃいます。申し訳ないですよね。売れなかったら。ご自身で編集された本が並ぶのはあっても、はい、なんかおすすめする。いや、ナイスナイス。緊張しますね。僕のこと知ってる人って漫画好きの方が多いと思うんで、うんうん、小説も面白いですよと思ってくれるきっかけになったら嬉しいなって、うん、遊び場で新しい遊びに出会える場所みたいな感覚ですかね。
本読んでる時ってなんか遊んでる感覚ないですかね。遊んでる感覚が僕はあるんで、旅行に行くのとなんか飲みに行くのと近くないですかね。僕は近い感覚なんで、なんか新しい遊び探すぞみたいな感じでひょいっと出会いに行くとこですね。木曜日は本曜日。以上、林志平でした。